動画は車ど素人のハニーが女性や車に詳しくないお友達の目線に立って車屋さんのヒロちゃんと一緒に日々奮闘する DIY バラエティである。ひーちゃん、ん？どうしたの？どうしたもこうしたもないよ。今日は天気がいいからドライブに行こうと思ったんだけどさ。確かに今日は天気がいいからドライブ日和だよね。そうそう、オープンカーに乗ってって。違うよ、ドライブに行こうと思ったら車がホコリまみれだったんだよ。確かにこんなにホコリまみれだとドライブも台無しになっちゃうよね。私決めた、洗車する。え、ちょっと待って、こんなピーカンの日に洗車するん？何言ってるの、天気がいいから洗車するんでしょ。天気がいいからって必ずしも洗車日和っていうわけではなかったりするんだよ。え、なんで？じゃあ今回は洗車のことについて一緒にお話ししていこうか。うん、そうしよう。なんで天気の日は洗車しない方がいいの？ハニーは真夏の暑い日とか天気がいい日、車を触ったことはあるかい？真夏なんて目玉焼きが焼けちゃうぐらい暑いよね。そうだね、お水をかけるとすぐに乾いてその水がシミになっちゃったり、洗剤をつけて洗ったりするとその洗剤もすぐに乾いて洗剤の跡がくっきり残っちゃったりするんだよね。それはちょっとかっこ悪いね。だから天気のいい日とか暑い日はあまり洗車をしない方がいいっていうふうに言われているんだよ。納得したよ、そういうことだったんだ。ひーちゃんはさ、うん、車屋さんだから洗車する機会多いよね。そうだね、車検とかでお預かりした車はお返しするときに洗車をして返すことが多いね。じゃあさ、うん、その時はさ手で洗うの、それとも機械？手洗い洗車じゃないとダメな車以外は洗車機っていう、よくスタンドとかにある大きい機械を使って洗車をすることが多いよ。ハニーは洗車とかするの？洗車するよ。どれくらいの頻度で洗車するのかな？半年に1回ぐらいかな。手洗い洗車っていうのはなんとなく手で洗うから手洗い洗車っていう名前だっていうのはわかるんだけど、機械で洗う洗車ってどんな種類があるの？今日はちょうどその機械で洗車をしてきたので、その映像を見ながらお話ししていこうかな。機械で洗う洗車っていうのはスタンドとかで見たことがある人も多いかもしれないんだけど、大きな門みたいなところにブラシがついていて、そのブラシが回転して車をきれいにしてくれる洗車機っていうのがあるんだ。なんか大きいムックみたいなやつがついてるやつでしょ？そうそうそう、大きいね、ムックみたいなのが横に2本と上に1本、それが回転して車をきれいにしてくれる、そういう機械があるんだ。うちのチロルはね、うん、おしっこちびっちゃったんだよね、怖くてねでもさ、うん、洗車機で洗うとさ、うん、傷がつくっていう話をよく聞くんだけどさ、うん、それはどうなの？そうだね、全く傷がつかないっていうのはちょっと難しいかもしれないんだけど、昔ガソリンスタンドでアルバイトをしていた経験があるんだけど、今から約20年ぐらい、もうちょっと前かなスタンドでバイトしていた頃の洗車機のブラシっていうのは確かに傷がつきやすい素材のブラシだったんだ。今違うってこと？ブラシの素材が布でできたものができて、それで少し傷がつきにくくなったり、あとはブラシがスポンジ状のブラシになって布よりもさらに傷がつきにくくなったりとか、洗車機も進化してるから傷はだんだんつかなくなってはきているんだ。ボディに当たる素材が柔らかくなったのはわかる、うん、でもそうすると今度汚れが落ちにくくなるんじゃないの？何日も前から鳥の糞がついててカッチカチに固まっちゃった鳥の糞とかあったりするじゃない？うん、あるこれうんこの話ばっかりしてていいかな？さっきからうんことかおしっことか今みたいに寒い時期だと鳥の糞が果物か。果物？そうそうそう。急に出てきたね。うん、柿とか金柑とかああいう果物を食べた糞なんで、ちょっと糖分が多いんでね、塊がすごくカチカチになりやすいんだよね。そういうのとかだと洗車機で洗うだけじゃ全然もう取れないっていうね。あ、そう、こびりつき度が高いってこと？鳥糞一つにとっても全然違うから、弱洗いじゃないけど水をつけておいたりとか、ティッシュに水を含ませて
鶏粉の上に乗せてふやかして10分ぐらいして取ってから洗車しないとダメとか、ちょっと手間は増えたような気がする。昔のブラシは洗浄能力は高いけども傷がつく、最近のブラシは洗浄能力は少し劣るけども傷はつきにくい。でも車のためを思ったら、うん、柔らかい素材で洗ってくれた方が手間は少しかかるけど、うん、そっちの方がいいのかな。そうだね。洗車機をさ使う時の注意点とかっていうのはあるの？うん、さっき言った鳥の糞とかの前処理もそうなんだけど、車にいろんなボディーパーツっていうのがついてたりすると、取り外せるものは取り外したり、洗車機でコーナーポールとかリアの、ウィングとかそういったエアロパーツがついてるよっていうのを認識させてあげるっていうことも大事。最近は洗車機の横にガムテープみたいなのが置いてあって、リアのワイパーが巻き込まれないように先に貼れる洗車場とかも多いんだよ。それって貼らないとダメなの？ワイパーが巻き込まれにくい方向の回転で回ってるから巻き込まれにくいんだけど、絶対っていうことはないので、もしガムテープがあったらガムテープを貼り付けた方がいいし、ガムテープがなかったらリアワイパーっていうボタンを押した方がいいかもしれないね。そっか、洗車で自分の車壊れちゃったら困るもんね。そうだね、修理代の方が高くなっちゃうもんね。あー、それ困るね、うん、洗わなきゃよかったなーなんて思っちゃうかもしれない。あとはミラーも畳まないとダメだね。でもミラー畳めない車もあるよ。そうだね、ミラーが畳めない車は洗車機の方にオプションみたいなのが設定があるから、その設定をすれば横のミラーがあるところは止まってくれるんだ。あ、じゃあ安心だ。それで決められた場所まで行くと、あとはほとんどの洗車機がオートで全て全部やってくれるんだ。じゃあ待ってればいいんだよね。そうだね、待ってるとこんな風にして綺麗に出来上がってくるんだ。わー、こんな感じで洗ってくれるんだ。なんかすごく綺麗な動画だね。一体誰が撮ったんだろう。ちゃんと動画撮れてる、わかりやすいね。今回上手に撮れたね。あー、そうでしょう。お手伝いしました。機械が洗う洗車のことはなんとなくわかった、うん、手洗い洗車っていうのは、うん、どんな種類があるの？手洗い洗車っていうのはいろんなスポンジで洗ったり、ムートンって言ってね、モフモフした生地でいっぱいの泡でね洗ったりっていうのがあるんだけど、それは去年キーパーさんで洗車をしてもらった時の動画を一緒に見ながらお話しした方がわかりやすいかもしれないね。確かにすごかったもんね。手洗い洗車をする時の手順とかってあるの？上から下へっていうのが基本なんだ。上から下へ、屋根から始めて屋根、窓ガラス、ボディっていう感じでだんだん下の方に洗っていくっていうのが基本なんだ。それはなんで？水もそうだし汚れもそうだと思うんだけど、上から下の方に流れていくでしょ。うん、だから下から洗っていくと効率が悪いよね。ああ、確かに綺麗にしたところまた汚すような感じになっちゃうもんね。それに下の方ほど汚れが大きい汚れが多いんだ。大きい汚れ？うん、上の方はホコリみたいな汚れが多いけど、下の方は砂利みたいな汚れが多いから、下の汚れを上に持っていっちゃうと傷がついちゃったりするんだよね。ホコリと砂利だったら粒子が大きいのは砂利だからってこと？そうだね。合ってる？本当に合ってる？大丈夫、合ってるよ。あ、うん、すまんね。あと柔らかい汚れは上の方にいることが多いけど、硬い汚れが下の方にいるっていうことが多いんだ。砂利とかって硬いでしょ？うん、ああそうね。でもさっきうんこ冬場のうんこは、ね、硬い言ってたか確かにね、うん、うんちはね、あの水をかけるとふやけたりとかするけど、砂利はふやけるってことはないじゃない。ああ、そうね、そうね、そうね。水がついても硬さは変わらないから、うんうん、ほら、こうやってキーパーさんでも上の方から下の方に向かって洗車してるでしょ。ああ、ほんとだ。上から下がマストってことね。そうだね。あとは砂利が多い場所を洗うスポンジと、砂利があんまりない場所のスポンジを変えるっていうこともワンポイントだったりするんだ。キーパーさんは下回りを洗うムートンとボディを洗うムートンを分けてるからね。はー、だからなピカピカになるんだ。あぶねー、さっき上からマリコ歌いそうになっちゃった。何それ、上からマリコって。
上からマリコ。待って、知らない。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 何その歌。他に手洗いとかの注意点ってあるの？そうだね。もし自分で手洗いをするっていう場合は、洗剤が濃くなりがちだから、洗剤はなるべく薄めにしてたくさん泡を作って泡で洗車してあげるっていうのが結構大事なことだったりするんだよ。いっぱい泡を作るのは、いっぱい洗剤を入れないと作れないよ。車を洗車する用の洗剤とかだとキャップ1杯とかキャップ2杯ですごい泡が立ったりするんだ。じゃあさ、食器用洗剤使って洗えばいいじゃん。食器用の洗剤で洗っちゃダメっていうわけではないんだけど、食器用の洗剤はね、汚れを落とす力がすごく強すぎて、車を保護してくれている膜とかも全部取っちゃったりする場合があるんだよね。あー、じゃダメか。コスパがいいと思ったんだけどな。あとは食器用洗剤っていうのは泡切れがいいって言ってるけど、車にとっては意外に泡が残りやすかったりするから。じゃあ水いっぱい使っちゃうじゃん。やっぱそれ専用のもの使った方がいいやね。それかあれだね、プロに頼むっていうのも一つの手だね。そうだね。今流れているキーパーさんとかそういう業者さんに洗車をお願いするっていうのも一つの手だよね。うん、やっぱりプロに頼んだ方がさ、楽じゃない？そうだね。だからお金さえ払えばね世の中金よ金金って言えって言われましたはい、あのシナリオを考えてるのは私なんででもキーパーさんで車洗ってもらった時本当に綺麗になったもんね。本当に感動した。すごいね。もう落ちるじゃん、落ちていくじゃん全部。そろそろメンテナンスしないといけない時期だから。そうね、1年経っちゃうもんね。ネットで予約するとね、少しだけ安く施工してもらえるからね。空き情報を見てみようか。じゃあ今度は私の車。はい、というわけですね、今回は洗車のやり方だったりとか、どういう時に洗車をした方がいいかっていうことをハニーと一緒にお話をしてみました。洗車は天気のいい日にした方がいいと思ってたから、考え方がちょっと変わったかもしれない。洗車屋さんは雨の日が洗車日和だよって言ったりもするんですけどね。だって洗車して雨に打たれたら汚れちゃうじゃん。洗車して雨が降ってると弾いてるのがすぐ見れたりするんで気持ちよかったりするよ。個人の見解です。いろんな洗車方法を紹介してきたけど、視聴者のお友達に合った洗車方法で車をきれいにしてもらえたらいいなって思います。そうだね。はい、というわけで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それから Twitter、Instagram、TikTok などいろんな SNS やっておりますので、よかったらね、そちらもフォローしてもらえると嬉しいです。私の羊毛フェルト作品やスタンプの URL も貼っておくのでチェックしてください。ではでは次回の動画も見てね。